こんにちは、とうこママです。子供たちのお迎えから帰ってきました。翻訳できました。みんなあれお弁当箱とか出した？ご飯セット。あー出したね。出した。ご飯作んないと。急いで晩ご飯の支度を始めます。最初に作るのはバンバンジー。鶏のささみ肉を使います。ドリップをキッチンペーパーで拭き取ります。ささみについている筋取りはフォークを使うととっても簡単。指が滑らないようにキッチンペーパーで筋をつかむといいです。ささみに塩を振って酒をもみ込みます。この後は蓋をして電子レンジにお任せです。まずは600ワットで2分半。量によって変わるので調整してください。さてどうでしょう。良さそうですが、ひっくり返してあと30秒加熱しておきます。ささみと合わせるきゅうりは千切りに。トマトはスライスにします。先にお皿に盛っておきます。食べないで、これさ、お料理使うから。開けたの？これ、食べないで。これささみが冷めるのを待つ間にごぼうサラダを作ります。ごぼうは千切りにして水にさらします。人参もごぼうと同じサイズに切ります。約1分ほど湯がきます。ごぼうサラダに一緒に入れるのはちくわ。野菜だけだと子どもたちはあまり食べてくれませんが、子どもが好きなカニカマ、ハム、ちくわなどを一緒に入れてあげるだけでよく食べてくれます。ごぼうも柔らかくなりました。水で冷まします。カチュカチュレバー。
よく絞って水気を取ります。調味料は塩コショウ、マヨネーズ、醤油。混ぜれば子供も喜ぶごぼうサラダの完成です。バンバンジーのささみが冷めたので指でほぐしていきます。電子レンジで酒蒸しをする方法はとっても簡単なので、我が家の定番メニュー、お皿に盛り付けます。バンバンジーのタレを作ります。すりごまをたっぷり、ごまだれ、酢、砂糖、醤油、最後にごま油を加えます。上からかければ忙しくても手軽で簡単、バンバンジーの完成です。次はサンラータンを作ります。サンラータンとは酢の酸味と唐辛子などの辛みを効かせた中華スープのこと。椎茸は硬い部分は切り落とし、軸の部分はもぎります。軸の部分は食べられるので裂いてスープに入れます。スープを作ります。鶏ガラスープ、塩。子供たちは辛いのが苦手なので豆板醤は少なめにしておきます。椎茸は水の状態から煮てあげると旨味が増します。子供たちが大好きな春雨を入れます。春雨が柔らかくなったら水溶き片栗粉を加えます。その後に卵を入れてあげるとトロトロのかき玉になります。サンラータンって、サンラータン、ちょっと辛くて深い、辛いの嫌だ。次は野菜たっぷり野菜炒め。椎茸、そしてニラ。ニラは3センチ幅に切ります。ピーマンは半分に切って種を取ります。子供たちはピーマンがあまり好きではないので、なるべく細く切っておきます。キャベツはざっくりと。
ニンニクは潰します。今日使うのは豚バラ肉。豚バラの脂が野菜に回って野菜が美味しくなります。なければ豚こま肉でも大丈夫。塩コショウで下味をつけて酒を揉み込みます。片栗粉をまぶします。食べる直前に炒めようと思います。今日はスーパーのオープンセールで本マグロを半額でゲットしてきました。マグロのお刺身は私の大好物。食べるのが楽しみです。夫のお刺身は子供たちに食べられてしまう前に分けておきます。野菜炒めの調味料を混ぜておきます。鶏ガラスープ、酒、醤油、シンプルな味付けです。ニンニクを先に炒めて油に香りをつけてから肉を加えます。肉が炒まったら火が通りにくい順番に野菜を入れていきます。椎茸、キャベツ、ピーマン、野菜炒めは野菜をシャキシャキで食べたいので手際の良さが大切。調味料を加えたらさっと炒めて完成です。シャキシャキ野菜が美味しい野菜炒めが出来上がりました。サンラータンには最後にニラを加えます。これさ、春雨がさ入ってから、この春雨をいいよ、均等に分けないと喧嘩になるから。サンラータンなのに酢入れの忘れてた。さて晩ご飯ができたのでみんなで晩ご飯にしましょう。数えてよ。2個。あ、お醤油とさわさびあるから。もう一人2個でいい。うまい。とサーモン。マグロでしょ。大きいの。うん。チャリップ。大きいのもらっちゃった。さて。辛いと熱い。熱くってからあ、そう、スープね、ちょっとね一緒に食べる。これでしょ。うん、食べれる、みーちゃん。うん、食べれる。辛くないお醤油。これは辛いの。あ、わさびとちょっと。
さ、席のさ、回転セールをしてて、すごい安かったね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。今日は最後にシンクをきれいに磨いてから終わろうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。